今回は今シーズン中にゲットできることが確定してる、登場することが確定してる無料報酬について紹介していこうかなって思います。一番最初に紹介するのはロケットレーシングになってる。次のアップデートでロケットレーシングのシーズンっていうのがシーズン2になるみたい。そこで無料報酬っていうのが登場するはず、まあ、登場が確定してんので言ったら、このロケットレーシングのランク報酬っていうのは確定してね、シーズンが変わるために新しくなってっから、まあ新しいランク関係の報酬っていうのは登場するはず。まあ他にもあると思うし、あと多分ね、今回の、まあ、このシーズンが変わるタイミングでカジュアルモードとトレーディングモードっていうのが登場予定みたい。だからこれ関係で無料報酬が来る可能性がめちゃめちゃ高いね。なんか新しいモードが来たら大体無料報酬来るから。さらにデスレースっていうのも開発中らしいね。来シーズン中に来る可能性が高いみたいだから、ここでも無料報酬が来るかも。このロケットレーシングシーズン2っていうのが7月の23日に来て、結構無料報酬っていうのが登場しそうだね。まあ来たとしても車、車体以外な気がするんだけど。次はやっぱり FNCS の報酬だね。まずは7月の19日にある FNCS のなんだろう、準決勝ぐらいかな。で、このスプレーっていうのがもらえることが判明してんね。これっていうのは、エピックの、まあ、フォートナイトのサイトから FNCS の配信を EU のやつ、あとアメリカかなのやつを30分間視聴することでゲットできるっぽい。まあ FNCS 自体が3時間ぐらいだから、まあ、結構時間っていうのは絞られんね。さらにグランドファイナルを見ることで、まあ、同じ感じでこのバックアクセサリーももらえるっぽいね。これらが視聴することでゲットできる無料報酬。さらに今回もコミュニティカップっていうのが開催されて、今シーズンの FNCS のアイテムを無料でゲットできるっぽい。まあ、今シーズンのアイテムがこれだね。まあ、この明らかに当たりのスキンやらツルハシやらを無料でゲットできる大会っていうのも開催されんね。しかも最近さ、どの地域でも参加できるようになったから、まあ、入手できる可能性っていうのも上がった。さらにこっちのスキンをゲットできる大会もやってくるっぽいね。まあ、FNCS 関係の無料報酬は結構ありそう。さらにこっちの FNCS スキンをゲットできる大会っていうのは結構近いうちに開催される可能性があるっぽいね。まあ、今月中には来そう。そして次はやっぱり今シーズンで一番でかいコラボレーションもやね。それがパイレーツオブカリビアンになってる。7月の19日頃に登場するっぽい。そしてここでは結構いろんな無料報酬っていうのが来るらしくて、ミニバトルパス、コラボイベントパスっていうのが来るね。それがこれになってて、上のアイテムが無料、下が有料でゲットできる。しかも上の無料のアイテムでさ、ツルハシ、バッグ、楽器っていうのがもらえるんよ。そしてクエストをちゃんと進めれば、船の傘じゃねえや、船のグライダーっていうのももらえるんよ。めちゃめちゃ当たり。パイレーツオブカリビアンも大量に無料報酬が来る、まあ、もしかしたらこれ以外にクエスト関係の無料報酬が来る可能性も全然あんね。まあスキンも当たりだしね。これは7月の19日にやってくる。次は今年の夏のイベント、サマーイベントだね。3つの無料報酬は登場することが確定してる。それがこれになってんだけど、今回のサマーイベントのクエスト関係でもらえるっぽい。グライダーバッグ、あとブギラップ。このバッグアクセサリーはスタイルチェンジっていうのも何個かあるっぽいね。まあ、今判明してるのがこれだけなんよね。もしかしたら今回の無料報酬これだけなのかな。リーカーによると今週中に来る可能性があるっぽいね。まあもともと6月終わり頃って言われてたしな。さらにもしかしたらもう一個ね、無料になる可能性のあるツルハシっていうのがあるみたい。それがこれになってんね。
破棄されてない限り今回のサマーイベントに関するものらしい。まあ、今のところショップで販売されるとかはないから、まあ、今回のサマーイベント関係で無料でゲットできる可能性が高いね。なんかこんなにねイベント少ないやつになるのかな、今回報酬がどうなんだろう。まあ、間違いなくサマーイベントで無料報酬はもらえるっぽいね。まあ、もしかしたらそんなにもらえないかもしれないけど。次はフォールガイズコラボだね。フォールガイズコラボ自体は7月から9月の間に延期されたらしくて、多分今シーズン中にやってくるっぽい。噂では次のアップデートぐらいって言われてるけど、正確にはまだわかんない。そしてもちろん無料報酬っていうのが来る。この4つが無料でゲットできるっぽい。ツルハシ、バッグ、BGM、あとバナーか。これらが無料でもらえるね。まあ、これ以外にももしかしたらもらえるものがあるかもしんない。まあ、クエスト関係で無料でもらえるっぽい。そしてなんと、フォールガイズのモバイル版っていうのが、多分近いうちにリリースされるっぽいよね。このタイミングで来るかもって感じで言われてた。まあ、結構近いうちにやってきそう。まあ、無料報酬もめちゃめちゃいいやん。バックにツルハシ。バックもフォールガイズだしね。これ楽しみ。次は、実際に販売されてる何か商品を買うことでゲットできるアイテムが登場する可能性があるね。フォートナイトって最近レーザーとコラボして商品っていうのが実際に販売されてて、それを買うことでいくつかのアイテムをゲットできるのよ。そして最近なんとこういう感じでコード経由でゲットできるアイテムっていうのがいくつか見つかった。実際にこんな感じで、まあ、結構あるよね。これらがもしかしたら今シーズン中にもういくつか登場する可能性があるね。さらにはこのね最近見つかったグライダーなんだけど、こいつも何かを買うことでゲットできるグライダーになるっぽい。まあ、コード経由ではないみたいだから、もしかしたら V-BUCKS カードを買うことでゲットできるかもって風に言われてたね。まあ、実際に売られてる何かを買うことで特典としてゲットできるアイテムっていうのは何個かね、くっかもしんない。次は今後ね、とあるブースト、まあ車関係のアイテムのブーストっていうのが無料でゲットできるプレイヤーがいるはず。最近ね、スイッチドロップスの報酬で、このね、桜っていうブーストが無料でゲットできたよね。ロケットリーグ内で。これっていうのが今後、フォートナイトに登場するみたい。だからこのブーストを実際にロケットリーグでゲットしたプレイヤーっていうのは、まあ、無料でフォートナイトに送られるから、まあ、フォートナイト内でも無料でゲットすることができる。めちゃめちゃいいよな。まあ、今シーズン中に無料でゲットできるアイテムって言ったらこんな感じっぽいね。まあ、コード経由のやつはちょっと微妙なラインなんだけど、追加されるかどうかは。まあ、結構ねめちゃめちゃいいのあるよな。FNCS のやつもめちゃめちゃいいし、まあ、スキンが無料でゲットできるかもってやつ、パイレーツオブカリビアンやフォールガイズもめちゃめちゃいいやん。マジで楽しみやね。